1860年の正常過剰党員の首都、1901年の正常過剰党員、1860年の石パイ坊。西木寺は中華人民共和国北京市朝日区にあるチベット仏教ゲルク派の寺院、河原が黄色であることから西木寺と名付けられた。西木寺は、真の順次9年に北京に建設され、もともと立ち来病と呼ばれていたとされている。 西木寺の東側にチベット仏教寺院があり、東木寺と呼ばれ、そのため古い北京人は徳外大が一体を総王寺と呼ぶ。翌年、ダライラマ5世の北京訪問に際してその宿舎として建留され、正常過剰とこうした。建立44年、パンチェンラマ6世が北京に来て、建立帝の70歳誕生日を祝った際に重視した。 豊か十年アロー戦争の乱、陛下により一度は廃止となる。高所二十六年、東木寺は、義和団の乱時に八カ国連合軍によって損壊された。1908年8月、ダライラマ十三世が重した。1927年、パンチェンラマ九世は、寺院の正常過剰党員を修復する、1928年に落成した。 中華民国の時、弾薬庫が爆発、絵工革は爆発で損壊された。1966年、毛沢東が文化大革命を発動し、公衛兵により大児病などの宗教施設が徹底的に破壊された。東木寺は徹底的に取り壊され、何も残らなかった。1979年8月21日、北京市人民政府は仏を、 北京市重点文物保護単位に認定した。1980年より後、地元政府は寺院を修復する。1983年、中華人民共和国国務院は仏寺を、漢族地区仏教全国重点寺院に認定した。1987年9月、パンチェンラマ10世が中国造語系高級物学院を設立。2001年、 中華人民共和国国務院は仏事を全国重点文物保護単位に認定した。三門殿、大殿、の、敗東西廃殿。ありがとうございます。